はい、どうも皆さんこんにちは。サムネイル、そして、タイトル見てもらったら分かると思います。ついに芝刈り機 VS アルファ D やりたいと思います。こんにちは。こんにちは。大げさかな。だいぶ持ってるけど、持ってない、持ってないけど、うん、でしょ。トップ VS トップだよ。トップじゃないけど、こっちは、うん、大丈夫大丈夫、よし、それでね、やりたいと思うんだけど俺が最近ハマってるのは高級タイマン。どう、高級得意ではないです。あのね、お前さ、なあ、何ヶ月休止してたよ。何ヶ月だろう。かなり休止してて、今クソ雑魚になってるやろ。うん。で、今のうちに俺がボコボコにしてボーンに勝ったっていう名誉をつけて、次タイマン挑まれてもやるな、うん、やらないんだ。やらないやらない。リベンジ動画とかじゃなくて、ないないない、やらないんだ。やらない。さあ、ということでボーンは何を使う？じゃあクゴで。ボーンはクゴ式を使うと。はい。俺は MP5 とショットガンでいきます。強いやつね。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ強いけど。ビビってんすか？いや、全然。あと、手榴弾。あー、強いやつだ。嘘嘘、手榴弾はさすがに使わない。さすがにね。すいません、これどっち上いきます？どっちの方が強いの？いや、上の方が普通に強いし。あ、これだったら全然あれだよ、そっちに。さすがにこっち MP5 とショットガンあるから俺が上で。ああ、上か。いや、これやばいっすよ、負けたら。いや、これ負けたら、あの、負けになるからね。あの、リスナーさんとかもね、あの、絶対そうなんだよ。芝刈り機とアルファ D で戦ったとして、アルファ D にいくら有利なアンチが寄ったとしても、もうこんなんアンチゲーやんって言われたとしても、アルファ D が勝ったら、あの、アルファ D 強えってなるから、これはね、最終的にみんなが見てるのって結果ね。あの勝ち方はないわーってその場では言われるけど、やっぱり過去の栄光としてやっぱアルファで強えなみたいになっちゃうから、それはもう芝刈り機でも同じね。まあ勝ちはいいですね。あ、いる？え、オーケー。はい、こんにちは。よし、ゴー。いた。よし、準備できたら準備いいよって言ってくれたら、あ、準備いいんだと思う。いや、俺が言うんすか、無理筋するんじゃなくて言うの。よし、じゃあ準備いいよ、よーい、スタート。やば、もっと早すぎ。いやいや、待って、死ぬガチで。行く？行っていい？でも、やばい、え、普通に死ぬっすよ、俺できたの。怖っ。やばい、ガチで死ぬ。普通に回復が足んないですけど。回復貸そうか。いや、殺されそう。待って、HP ない。えぇ、ー、なんで。待って荒野落ちた。あの、ちゃんと戦おう、ちゃんと戦おう。ズルなしやで。拳で死ぬレベルまで3回ぐらい削られたっすね。マジで死ぬ。今みたいなズル死んといてほしい。先生どうぞ戦ったし。あ、申し訳ない。そう、さすがに守ってほしい。モラル大事にしてほしい。確かに。まあ、じゃあ次ぐらいは負けといた方がいいっすか？いやいや、ガチで来ていいよ。ああ、これじゃあ次上どっちっすか？次俺どうしよう。さっき上だったから上行くわ。行ったよな、やっぱな。絶対そうだな。さっき絶対そうだと思った。上だったからね。そうっすね。まあ普通に考えたら上行くよね。ちょ、グレがやばすぎる、マジで。グレちょっと卑怯だな。グレやめよう。いや、やめた方がいいですよ、普通に。やっぱ、代表として、やっぱ、そうだね、恥だね。グレだ、そうっすね。
すがにそれブルーに怒られちゃうわ。いる？いいですよ。ショットガンじゃない方がいいんかな。今が死ぬ。おめえ。待って、本当に今ので絶対終わってた。今足ぐらいどっか当たったから生きてたけど、絶対終わってた今。オッケー。これ。よーい、スタート。あ、そんな来る感じのやつか。あ、俺結構行くよ、結構行くよ。あ、そんな来るのか。結構行くよ、もう来ないと思ってた。これもう知らないよ、俺もう負けても、あの、俺に負けたら超無課金に負けたことがあるっていう名になるから、やばいな、それだけは。これあれでボーンに勝ったら、あの、2年後とかも多分言ってるよ、俺過去にボーンボコしてるって。超引きずる。しかも今俺グレネード使ってないでしょ。ってことはこれはもう実力だよね。え、ボーン上か下どっちがいい？選んでいいよ。あ、じゃあ上行っていいですか。オッケー、じゃあ俺が上で行くね。あー、オッケーです。ギャース、もう着いたよ、大丈夫？いや、もう着くっすよ。やばい、ガチで。まあ、まだ、え、これ、え、なん、これ、あれ、何キルすればいいんですか？何キルじゃない。何回勝った？ 2 回ですか？ 3 本。そう、あと、これラストだよ。2本先取り。え？ブギさん？ん？よし。よーい、スタートでいきましょう。あれ、聞こえる？聞こえるっす、聞こえるっす。うん。よーい、スタート！やばい、マジで最悪。待って、ガチミスった。悔しそう。やっちゃった。いや、マジで悔しい。いや、ダメージおかしかったでしょ。この動画出してほしくないなら4万円。高っ。全然いいんすけどね、出しても。わぁ。きつい、きつい、普通に。遠距離は遠距離やります。いや、遠距離は大丈夫です。どうしてもやってほしいなら、スナイパーなら一回やってあげてもいいよ。いや、うまいだ。あ、じゃあやります。俺使えないです。いや、うまいって聞くけどね、この作品さん。どれぐらいうまいかっていうのやってみたいでしょ。あ、じゃあ行きますか、スナで。やっぱモサの人間のモサ界隈でも、やっぱり俺のスナイパーってかなり興味持たれてるはずだよね。あ、そうなんですか。いや、かなり興味持たれてるよ、やっぱり。もう話聞いたことないですけどね。いや、それはね、あの、まだモサ界隈に入りきれてない、ボーンが。ああ、そういうことか。じゃあもうみんな話してるんだ。もう話してる。もう仏、アブちゃん、ブルーとかの会議で名前上がってた。上がってる。砂、こいつ砂大事。砂、こいつらすごいなみたいな。で、そうなんだ。俺が上がってたね。ああ、よし。よーい、スタートで始めるね。あ、オッケーです。あの、ヘルメットとかは別に何つけてもいいよ。俺はつけないけど。ほんとっすね。うん、俺はそういうのはね、つけない主義の人間だから。あ、そう、回復もいらないし。あ、そう。よし、これスコープ使っていいんですよね。俺腰打ちできないから。スコープ欲しい。腰打ち教えようか。もう教えてほしいです。オッケーオッケー。まあとりあえず、あ、一戦パパッとやっちゃおうよ。いくよ、よーい、スタート。サンヘルじゃん。え、サンヘルじゃないよ。
俺ヘルメットないっすよ。え、だってサイヘルって買う。ん？デガサイヘル？え、デガサイヘル。やべ。はい。ボン。はい。お前は、はい、俺に、はい、負けたんだよ。はい。アルファD来るか？はい。いや、行かないっす。すれ違う中で人として出会えたこと痛く幸せ